マッチングされるという。すごいさ、それは今、はい、今やってるので、はい、まあ、そういう風なちょっと利便性の高いマッチングがいろいろできるようになっていけばいいなということを考えてます。これ僕たちとか、はい、ゲームセンターのお店側の人たちからすれば一番望ましいシステムですよね。そうですね。そのお店ごとにイベントを組めるっていうのがすごいでかいんで、なんであっちだったら例えばあっちの最強5人チーム対こっちの最強5人チームで毎週ポイントを競ってなんかやるとかいろんなイベントが組めるようになると思うので。そうですね、はい、まあ、なんで、できるだけあれですね、そのまあ大占有されたりとか確かにね、自作自演とか心配って方いると思いますよ。その辺自作自演とかに対しては僕らの方でだいぶ対策をいろいろ考えてるので、もちろんそこは多分大丈夫かなと思うんですけど、はい、まあ、大の占有とかについては、まあ、お店同士はね店舗マッチングやるっていうのは多分イベント的にやるので、まあ、全基盤がなるわけじゃないから、どうするイベント用の大と、はいはいはい、一般営業の大で分けてもらえば、うん、まあ、店舗内の A 大だけそこでマッチングしますみたいなことですよね。今日はそうなってますよとか、はいはい、でやって参加しただけで遊んでもらうとかっていうふうにやってもらえばいいのかな、はいはいはい、まあ、そこら辺はちょっと店舗運営なんであれですけど、すごいなんか店舗の活性化につながりますよね。そうですね、できるだけそこら辺は、うん、僕らゲームセンターね、まだまだ頑張ってほしいんで、ナナは意外とやっぱり儲かってありがとうって言ってくれてる、オペレーターさん多いので、そこをもっともっともっとサポートしていこうと思ってます。そうですね、はい、あ、そうね、横移動ね、はい、なんだ、強化というか、僕は横移動どう思いました？昨日やった体感、多分初動が交わしやすくなってるなっていう印象があるんですけど、ユウはどう思いますか？いや、僕はどうあんまり変わってないんじゃないかなと思います。おー、あんま変わってないと思う。あれ、ハメコはこのテストの前に、まあ、この環境でやってもらうわけいかないんで、はいはいはい、実は会社に、まあ、一応今回のために一回やったんで、早めに会社に呼んで一回ちょっと一日というか、まあ数時間だけど、はい、軽く遊ばせてもらったんですけど、一応いろいろ自分なりには理解してもらった。ハメコはどう思いました、横移動は？俺はいやー、どうすかね、そのすごい変わったと言われたら、はい、そういうわけではないのかなっていう印象はあるんですけど、実際どうなんですか？いや、絶対変わったと思う、うん、なんだろう、数値の話なんであんまり伝えにくいんだけど、はいはい、鉄板までとのみの言う通り変わってますよ。変わってるか変わってないかでいうと、今回は調整ちょっと変えて時計ですやってます、はいはい、まあ、最終的には仕様どうしていこうかなって感じなんだけど、はい、まあ、やっぱ7で意外と横移動で避けれない避けれないって言ってる人多かったと思うんだけど、